4年ぶりのリーグ優勝を果たした巨人。トレード加入1年目の泉圭介投手が、中継ぎとして35試合で防御率1.93。2勝0敗5ホールド1セーブと貢献した。ソフトバンク時代の昨季は防御率16.88ながら、見事に遂げた覚醒。ファンも巨人行って報われた、いてくれてよかったと存在の大きさを実感しているようだ。 金沢星稜大から2018年ドラフト6位でソフトバンクに入団した右腕、ルーキーイヤーから主に救援として腕を振った。しかし昨季は3試合で防御率16.88と振るわず、オフにトレードで巨人に移籍した。新天地ではかつての輝きを取り戻した。初登板となった4月12日から15試合連続無失点と好発進すると、最終的に37回3を投げ、 基本イ打はゼロ。9月26日に出場選手登録を外れたが、欠かせない働きを見せた。ファンも安定していた、貢献度がすごかった、あまりにも助かる、欠けたら大変、最強、ストレートがたまらない、などと絶賛。阪神と DNA の勝者を迎え撃つクライマックスシリーズファイナルステージ。さらには日本シリーズへ、まだまだ期待が高まる。